高い VS 阿部よっ、あー来ましたということで、本日はこちら、くら寿司グローバル旗艦店浅草、浅草でございます。3人で寿司来ました。やったわ、はい、ということで初の高い VS 阿部は寿司対決ということで、いや、てっきり俺はな殴り合いで終わらせるつもりだったマジ VS、 マジ VS でやると思ってたけど、戦えれば何でもよかったんだけど今回は寿司だ。寿司、そう、平和的ね。寿司対決ということで、まあ、回転寿司なんでね、今もう目の前にずらっと、いやーすごいね、並んでますけども、これはね、注文のラグを埋めるために一旦ね、まずね一旦10皿ずつ持っていますよということで、はい、まあルールはもう簡単ですね。多く食べた方の勝ち、うん、皿の枚数が多い方が勝ち、はい、で、この場今日は、2貫、うんうん、2貫のやつを1セット、そう、はい、というルールのみ、はい、ネタは何でもいいと、はい、はい、そういう勝負ですね。いや、いや楽しみだね。いや、絵がすごいわ、やっぱこれめっちゃいい絵よ、マジで、うん、いや、多分家撮れてる、いい家撮れてます、いい時間は時間時間45分、そう、時間45分、1本勝負、はいはいはい、やっぱ今までね、まあ僕とフェニックスと太郎が勝負してきましたけども、はい、 やっていますね、やっぱあの1個以上味があるっていうのは羨ましいね。確かに俺らって1種類色全部一緒だったんだよ、うん、そうだね、だからそういう意味では45分はもう あれよな、なんか一瞬で終わるかも、一瞬、確かに、まあ、早いんだな、気づいたら意外と、確かにな、食べ続けられちゃうから、いろんな味の寿司食べれる、まあね、確かに変化つけれるから、うん、正直コンディションめっちゃいい、あ、いいですか、もうお腹空きすぎて、うん、もう胃酸が出てきてるから、あ、じゃあ抑えないと、早くくれ、はい、寿司で抑えないといけない抑えないと、まあ、僕もだいぶ仕上げてきたんだ、うわ、はい、まあまあ食べますもんね、なんだかんだ、お二人は、そう、いや多分視聴者が一番期待してたカードというか、うん、やっぱりミルコプロコップ対セイムシオンとかが懐かしいですね、どっちでもいいけど、どっちでもいいけど、まあでもちょっと蹴り強いからあるかなまあまあとかね、まあ、だからガンガン食っていくというもう単純明快、まあまあ、食わしてくれよ、もうお預け食らっちゃってるからさ、ね、さっきからずっと、そうですね、生つばをずっとごくんごくんしてるよ。よっしゃ、じゃあもう早速いきますか、45分一本勝負、あ、いいね、あ、素晴らしい、いい試合になればいいけどな、お前が本当のガリガリだっていうの教えてやるよこのチャンネルでもガリガリ、見かけ通りの、見かけ倒しのデブなんだろ、どうせ、おいよ、見かけ通りのデブだぞ、俺は、おう、おう、ああ、やろうぜ、キモいな、ぬるっと、いや、どうしよう、お前、ゴルフ脱いでくれよこの試合で、さあ、じゃあ、45分いきますよ、はい、はい、それでは高い VS 阿部、用意、スタート、いただきます。さあ、スタートしました、はい、タイマーは大丈夫だろさあ、醤油片手に、そう、やっぱね、この回転寿司だと一皿目って醤油皿になるよね。そうですね、あるあるですね。さあ、今回、まあ、くら寿司ということで、くら寿司、あそこにね、はい、あの皿を入れてビッグラボンね、あ、行きたくなるんですけども、今回はちょっと進んでもらおう、うん、そんな時間はないですよね、今日ね、はい、確かに美味しいですか、うまい、美味しいですよね、くら寿司うまいよね、これうまい、うん、もう俺たちもね、はい、早く飲んでお世話になってます、あと、まああと、コンマヨタクトさんにね、はい、エビバナのタクトさんに連れてってきていただいて、まさにここね、はい、ここ来ましたね、うん、この店舗な、店構えというか、うん、もうちょっと来て見ても楽しいっていう、今ね、周りにお客さんいるんで見せれないですけど、おしゃれだよ、そう、あの店の感じ、うん、映えが、まあ、ガンガン進んでいくけども、もう、え、もう5皿目と思ってる、だ10巻いってますね、10巻、はい、さっきなんか、なんだっけな、うん、5皿ぐらいでだいたい茶碗1杯分ぐらいみたいな感じなの、もう今さらっと、今さらっといっちゃったけど、茶碗1杯、多分ね、徐々に頼むなら頼んだ方が、あ、確かにちょっとどうしてもね、ラグ生まれるんで、はい、ここの戦略もありますね、あります、確かにタクティクスだ、このタッチパネルもね、うん、保持時間やっぱ大事なんで、これちょっと、あ、そうそうそう、1分以上持ったらそれは、うん、はい、罰金、ちょっとディレイオブゲームで、はい、すいません、おいしい、
あの人よく入りますよ。美味しい。さあ。アメが注文せずで一旦入れていく。一旦入れるんだね。でも一応ただただ流れてくるやつもあるから、もちろん、もちろん、それも大丈夫です。大丈夫です。あ、まずちょっとね、多少はちょっとこっちも補助が入ります、うん。どうなんですかね、この有利不利はあまり分かんないんだけど、うん、なんか。エビってあそこの尻尾取る時間がさ、そうだね、あんのかな。確かに俺もそれなんか何もない方がさ、うん、ノンストレスでいけるのかなと思うけど、さあレーンからも飲んでいく、うまそう。まあね、今回は角席っていうことで、ありがたいですね。出てきたすぐ、うん、タコかな。あ、来ましたよ。あ、食感のあるタコいくんだ。え、アゴやられそうじゃない？アゴやられそう。食べたいから、ね、うん。食べたいやつ食べるのが一番いいですよ。なるほど。やっぱ俺とはちょっと時間が違う。まあ俺は食べたいやつ食べてたんだけど。あ、そうか。うん、お前はそう。俺は好きなやつを食べる。好きなやつを選択してるから。確かに。そうです、できてた。いや、ちょっと早いな、マジで。うん、まあ始まったばっかりだからね。まあね。まだ10分も経ってないんで。僕はついていけるなという感じです。確かにな、全然これはやっぱ、いや、すごいね、いい食いっぷり。やっぱり待望のカードだから。でもこのね、うん、注文の具合とかその辺の頭も使わないといけないよね、これ大事なんで。戦略タクティクス、タクティクスがスピード&タクティクス大事ですよ。これ高井はちゃんと潤沢に目の前が空にならないように。確かにちょっとリソース確保もうまいですね、うん、やっぱこのラグ、このラグが生まれる。大事ですね、戦略的に。ただエビ2皿連チャンです。マジ、私も高いに関してはもう尻尾も食っちゃうんだ、エビ、うん、すごいね。そのスタイルもありますよね。だってやっぱ2貫ずついってんだね、高いは、うん、シーフードサラダ、これめっちゃ好き。シーフードね、サラダ軍艦みたいな。軍艦もやっぱ ね、まあ僕らやったから分かるじゃないですか。海苔ってきついんですよ。いや、なかなか結構噛み応えがね、そうあって、疲れるんだよね。七味入れてるわ、これやばいわ。あ、アレンジというかちょっといつもやるこれ、はあはあ、この食い方がおすすめ、最高、まあ、レコメンド。俺は、はい、穴子のタレみたいな感じで、うん、うわ、めっちゃいい食だぞ。うん、うまっ。いいですね。いや、うまそう、普通にうまそう。うんね、結構よだれ出てる。うまそうだね。え、そっちで頼んでいいの？え、こっちは一応2つ取っていただいて。あ、本当？ガルスさんが、はい、僕もこっちでは一応注文できます。あ、まあまだ始まったばっかり、まあまあね、うん、全然、まあ全然、うん、まあ、うちらも腹減ってるっけ、一回であっち行って、まあ、腹減ればね。俺らもなんかラーメンとか食おうぜ。このそうなんだよね、サイドのラーメンとか食おうぜ。ラーメンとかいけちゃうからね、ハンバーグとか。くら寿司やっぱフライドポテト、そう、てかさ、やっぱ品多いんよね。多い、バリエーション、バラエティー豊かな。多いし、俺はよく言うんだけど、うん、そのちょっとバラエティー寿司みたいな、うん、ざっくりあるじゃん、うんうんうん、ありますね。なんかそれを意味嫌う人いるけど、うん、一回食べてみなさいという。くら寿司のまたうまいからね、うまいよね。またちょっとね、すげえ好きなんだよ。違うんですよ、まあ、ならではですね、やっぱ回転寿司のそういうバラエティー寿司。そう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 、そう、食わなきゃ損損ですよ、それは、うん。あ、そっか、下のレーンは真横に流れてこないの？下のレーンはそうかな、たまたまだよ、たまたま流れて。大人気ですかね、やっぱね。わ、マジうまいわ。順調に、うん、すごいですね、食いっぷりが。エビ皿のせいでね、バランスが悪いですね。ちょっと、まあ、全然気にせずで、うん、入れてもらって。まあ余裕でね、お互い10超えてます。エビマヨ。エビマヨ。はいはいはい。
これはうちの嫁が一番好きな、あら、エビ寿司のエビマヨ。エビマヨって、うんうん、いわゆるああいう中華のエビマヨとはもう全然また違う、うんうん、あ、これも甘だれなんだ。甘だれね。甘だれがうめえんだ。うまいのよ。え、めっちゃうまそう。うん、いいっす。順調にやっぱそのやっぱなんだろうね、注文スキルで言うと高井さんの方が慣れてるのかな。なんかあんまり無駄がないようには見えるけど、うん、なんかうまいよね、リソース。確かに確保雨はもう愚直に目の前をとにかく蹂躙していくっていう、あのレーンのさ、うん、中見てんだよね。なんか奥の職人を睨んでんのか分かんないけど確かに次の、うん、その采配のね、その流れがそこ睨んでんだよ。流れが見えてるんだ。高井はその押すけど、うん、雨はレイン派なんだ。なるほど。さあ、ちゃん着々と好きなやつを、いや、うまいね。集めて。確かにその注文の仕方は確かにな、スキルあるな。まだまだ始まったのかね。まあ45分勝負ってことで、はい、前の僕らそばが40分か40分か。ではそうですね。え、寿司って何皿で何人前になるの？1人前になるの？あ、もうさっき言った5皿で茶碗1杯分だから、まあその多分茶碗の基準がね、みんなとあれは違うかもしれないけど、まあ茶碗1杯って1人前もあったもんな。うんうん。あ、納豆来た。納豆がまたちょっとうまそうなんだよな、あれ。高い納豆もらっていい？納豆もらっていい？え？はい、じゃあ。あ、そういうのありなの？納豆好きなの？いやいや、わかるけど。いや、ちょっと待て。それデリバリーあるの？そういう。あった、あったから。デリバリー。わ。いや、それあの、限界状態では、僕そんな頼み方しないですよ。ああ、まあさすがにね。そうそうそう。これをだからそれ、それちゃんと別にしないと。変な変な変な位置。ボーナスでしょ。ボーナスがね。海苔巻きでもなんでも軍艦っていいよね。いや、いいっすね。軍艦ってさ、うん、寿司屋ならではじゃない。もうてかもうしかないんじゃない？なんかそうだよね、うん、スーパーって海苔巻きでしょ、うん、あ、まあスーパーにもあるやつあるけど、あるまあでもいや、そのメニュー的にね、その寿司ならではのメニュー、うん、あ、もう種類で言うと、うん、どうなんだよ、意外とずっとなんかどっちかにエビはあるなっていう感じがするんだけど、エビ好きなのね、2人とも。やめて。で、今、10分経過いたしました。うん、いやー、これ、いや、すごい、やっぱペース衰えねえな、やっぱすげえな。寿司だからね、どこまでこれでいけるかっていうのは。お国だしね、ちょっと急に行きますよね。うん、いや、でもうまそうだね。寿司いいよね、やっぱり寿司って。まあ何かとあれば、だから寿司アドバンテージだけで言うと、うん、やっぱ雨有利なのかなって。ああ、分かる分かる、イメージあった。なんか、うん、別の仕事とかでもさ、うん、仕事とかでも普段でも、うん、腹減ったな、何食べたいってなった時に、うん、確実に寿司っていうのが出てくるんだよ。いや、多いですね、選択肢、うん、寿司食いたいよ、めっちゃいいよな。そうなんだよな、うん、で言うのはやっぱ雨だから、うん、だと雨、味変えたらもういくらでもいけるっていつも言ってるから、やっぱ、うん、そういう意味でも今回のルールめっちゃ雨強いかもね、もしかしたら。確かにそういう戦略の部分で今回は強いんじゃないかな。
いや、すごい。でも、パッと見の皿の枚数で言うと、やや高井さんリードっていうところなんですが、確かに。まあでもそんなにね、めっちゃ誤差はないですね。さすが。ここで、注文のリズムが狂ったのか、寿司が、目の前に皿がない状態になって、あ、それもったいないですね。これもったいない。はい、来た。高井さんやっぱうまいですね、そういう。エビとハマチ。ハマチうまそう。ハマチマジうまい。いいね。うわー、うまそう。うまそう。やっぱエビ好きなんだな。うん、エビはね、やっぱずっとお互いの方に。すごいね。え、うん、顎疲れが来てんのかな、これ。え、まさか寿司って顎疲れるのかな。まあ、顎疲れる、うん、いい点を見つめる。早いな。珍しい、確かに、うん、はい。これで、あと、だから お水とかね、お茶とかありますからね、うん。え、大丈夫？不安になる。そう、ゆっくり食べていいですけどね、ゆっくりでね。なんパンパンなの。パンパンに入れたと。確かに、ちょっと急ぎすぎてるんですよね。確かに、逆に、うん、テンプ崩れますから。意外と今までこれ時間制の勝負って2人やったことなかったのよ。いや、イメージないよ、確かに。あんま、いや、食事に普通に行って、うん、あ、いや、めっちゃ食うなはよく見るけど、確かにこういう競技かというかね、ちょっとね、ただの早食いとまた違うというかさ、時間制限っていうのはそうだね、これ確かに早食いっていうか大食いなのかな、確かに。今の早食いとかさ、雨激辛のやつとか、それこそそうだけど、そことはまた違うもん、うん、大食い勝負。水多分セルフ。そうだね、うん。水追加しますか。大丈夫。はい。どうですか。あ、水の、はい。さあ、お互い、あ、かぶってきた。いいか。寿司において何が有利なのかとか、ああ、そうだね、やっぱ好みが近いとそれが起こるのか。もうこれマジうまい、ハマチは。ハマチね。一番うまいかも。ハマチも、エビとハマチが今のところなんかかなり注文されてるかなと思う。アマ行くね。やっぱこう、高井さん、甘が水っぽいね。あ、そう、味変が行くんすね、うん。さあ、順調だ。うわ、お腹すいた。迷子フ普通でも、どこでも迷子んだな。そうだよ、俺たち本当に好きなんだ。いやいや、わかるよ。さすがにマヨコンのみで買えるってことはないです。まあまあね、はい、うん、まあ、納豆とネギトロも、うん、そう、せっかくは来たんだよね、はい、確かにいろんなの食いたい。納豆、ネギトロ、うん、ミルフィーユ。はいはい、ミルフィーユって普通のミルフィーユですよ。はい、ケーキのありますよね。あるけど確かに、あの辺はマストかな。そうだ、クラスそうなの、結構サイドメニュー充実してんだよね。さあ、あ、まあ今も流れてますね、この牛すき焼きみたいな。ああ、こっちもあるんだよね、これ回転寿司ならではな感じだな、うん、確かに。さあ、あ、高井さんで、高井さんが背をあれだ、リソースが今だと、だから街なんかな、ね、そうだよね。さあ、やっぱスピードいいですよ、いいスピードですよ。
本来ね、やっぱ回転寿司ってなんかこうこの待ってる間に喋ったりとか、うんうん、みんなで行ったらこうあマグロの人とか、うん、あの取ったりするよね。お、牛カルビ行っちゃうわ。なるほど、肉行っちゃうわ。確かにちょっとあれ変わりますもんね、うん、ちょっとね、あの醤油系の味が今すごい、はい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 、はい、あ、ついてるから。ちょっと油入れてあげて。タレを。こういうやつで。でも肉入るとまたね。あ、おいしい。うまい。うまい。いいね。うん、いいですね。さあ、今、まだ半分終わってないもんね。予想はどうなんだろう。まあ、まあでも雨が多いのかな。下馬評の感じはね。多分イメージあるだろうし、ちょこちょこなんか生配信見てる人とかは本当に多分その雨の味変したらまだいけるわみたいな聞いてるだろうからさ、多分そうだろうね。めっちゃフィールドは熱くて。そうなんだよね。あとやっぱあの僕らやったじゃないですか、ハンバーガー1000個の時もさ、ありますね、序盤のスピードって言ったら俺も そこまで変わってないの、うん、最初の1時間ぐらいは。確かに。でもあの48時間ってなるとやっぱ止まらなかったのは雨っていう。そうだったね。それがあるんだよ。長距離はね、やっぱそうそうそう、スプリンターとはまた違うよね。違いますね。あの白い筋肉赤い筋肉みたいな差があってありましたね。本当にアスリート長距離で言うとね、そんな差はつかないんだけど。そうそうそう、やっぱそうだね。45分はまあロングランですよ、結構。そうだね、うん、俺なかなか戦い方がまた違うんだろうな、いつもと。違うんじゃないですか。はいはいはい、いいですよ。さあ、どんどん皿が積まれていく。あ、ここで今日初めてお互いゼロ、目の前にゼロの状態。一旦、まあ、まだ来てないのかな、うん、ちょっと。あそこから出るお湯ってもうちょっとさ、うん、温度下げれないものなのか。バチ熱いよね、やっぱ。熱すぎるよな、うん、いやでもいい、俺だってつい席ついて一発目でもうあれ入れちゃうもん。あ、わかるわかる、うん、で帰る頃にちょうどいいみたいなそれだいぶ奥だ。そう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 、いやでも確かに、でもあんまりやっぱ熱いとさ、やっぱ寿司ってやっぱあの冷たい食べ物っていうかさ、やっぱ、うん、だからちょっとあの味噌汁とか欲しくなるよね。うん、そのあったかい上がりが、ちなみにそういう味噌汁とかあら汁、はい、注文自体は OK です。そうですね、カウントはされないだけで。なるほど、はい、あの大食い選手権とあの同じで。同じです。テレビチャンピオンから、はい、ケーキ頼んでもいいです。そう、カウントしないですけど。ねえ、つだね。なるほどね。あくまで寿司。そうそうそう、やっぱあの汁物、やっぱ水とお茶今あるけど、まね、欲しくなるんだよね。味噌汁あるとまた違うよ。また違うよ。はい、汁ね、うめんだよ縛っちゃう感じもするけど、うん、美味しかったーってね。そうそうそう、あ、いいっすね。あ、でも高井さん結構いいっすね。うん、あ、今20分超えました。はあ、はあ、はい、20来ました。まあ、まだ折り返してないんだよね。そうっすね、厳密にはまだ。さあ、安全だ。ボアス素晴らしい。お、まあでも続々やっぱ届いては来てますね、うん、いやすげえわ、こんだけ来るとやっぱ寿司。寿司に関してはもうどんぐらいだろうな。俺10皿ぴったしぐらいかもしれんその頑張って食って、うん、いやそんな食わなかったでしょ、多分。いや、うん、そうだね。寿司はあの、まあ、マヨコン勝負とか、まあ、勝負ってなったらまた食うけど、あの一種とかね。そう、これまたちょっと違うもんね、これは。だからあのくら寿司とかさ、うん、あのなんかギフトカードみたいな、カードっていうか、はいはいはい、あれ商品券みたいなやつ、おー、はいはい、いただいたりとかしてもさ、はいはいはい、全然使い切れないんだよ。確かに安いよな。そう、やっぱだから前ね、エビバディのタクトさんに、うん、はい、僕と太郎連れてってもらった時も行きましたね。あの、お、来た。これ何ですか、これ。あなた
炙り。炙り銀だら。うまそう。銀だらね。うまいよね。雨がこれ三皿食べてたから。そんな言うんだろう。でもうまそう。確かに相手のやつを見て。なるほど。ああ、戦略ありますね。タクトさんに連れてってもらった時もさ、はいはい、あのタクトさんがその剣いっぱいもらったからみたいな、いや旅行こうぜ、そう、ね、余裕で余っちゃったね。で、あの日俺もうめっちゃ限界だっつってたの、何個もあのサイド頼んで食べちゃ増えるって。タクトさんがあのレールグルで、あの、うん、商品が届くの好きなんだよね。そうだから、タロウいけるって俺が食うところみたいです。いや、そう、もう全部タロウいける。そう、俺もう限界なんですよ、俺もあの日あっておもろかったから。そう、ここ射的もあるからね。そうそうそう、あそこのね、右のところに、そうそうそう、あれニュースのやつで、あのミームでバズってるの、神エイムすぎるって。神エイムね、うん、多分あそこですね、その場、いや聖地巡礼ですね、ミームの、はい、バズる前に言ってましたよね。あ、コーンもらっていい、出たバイオコン出たよ、出たよ、マヨコーン。ありがとうございます。いや、お前だけ釣り食ってて食事をしてんだよ、お前だけ。あ、今、そうですね、今ちょうど半分ぐらい、さすがに寿司だから。いや、米やっぱね、いきますよね。なんか言っちゃうけど、やっぱ米食えるやつは本物だって、やっぱ大食いの、うん、おいしいな、うまそう。徐々に来てる。まあ、それはそうですよ、徐々に来てる、うん、そりゃそうだ、ハイペースで食い続けて、そりゃね、うん、いや、いいですよ、うまそう。これいいな。うん。いやー、うまそう。いいね。そう、ここでね、なんか回復アイテム的なのが見つかったりすんのかな。やっぱね。やっぱ大食いの人すごいじゃん。やっぱここで甘いの頼んだらすごいじゃん。うん、やっぱもう信じられねえんだよ、本当かって思う。そんな、だから高井さんはそれをタレでやってるよね。確かにそこあるな、うん、うまそう。私よく食べたわ、マンゴー。ああ、まあ、皿の数的にはまだまだわからない。あー、でもまだ後半戦始まっても軍艦いける。結構ね、しんどくなってくるけどね。でも、手はね、お互い止まってないっていうことで、マンゴー、そう、さっき見たやつなのかな、頼んだやつなのか、同じやつが欲しい。流れてたやつが食べたかったんだけど、どこにあるか分かんない。回転寿司ってその効果あるよな。あれどこだよ。結局回ってるのすげえ意味あるんだよな。ああ、でもお互いに別に汁物とかそういうのはいかないと。しっかりとカウントされるもの、カウントされる2貫の寿司と。
まあ、同じ値段でね、1貫とかあったりしますとか。でもええかな。でもね、まあ、大食い勝負してると、この深いね、息出るとき、結構来てんだよね。謎の汗が出たら要注意っていうのがありますよ、ね、汗はまだ、汗はまだ、うん、そうね、お水とかも大丈夫ですか、ね、汗は出てます。でも雨に関しては謎ではないんで、うん、雨は常に、うん、食おうか食おう前が出てるから、うん、いつも黙って座ってたって多分汗出るからあんまサコリやなんだカフェオレってなんかなかったっけ、確かまだまだ残り17分ですね。本当に今のところの差はほぼない。痛い。確実に、うん、ちょっとね、あの積み方はね、不均等なんで、あ、そうですね、全然あの多分ね、分からない、あの、正直、ね、高さも全然多分違うんで、うん、はい、あんま参考にならないな。わー、お、どうなんですか、2人とも来てるね。どんぐらいなんだろう、今そのパーセンテージみたいなというか具合は難しいね。ね、今これ、あれ、注文したけど来てない状態、今。はい。なるほど。待ちだ。え、ここね、やっぱこの時間がね、うん、やっぱどう使ったか。この時間、まあ、もったいないっちゃもったいないけど、多分ちょっとね、それが入らないくらいにはなってきてんだよね。あ、だからその、いいインターバルになって今ね、絶え間なく入れるはさ、イカ、あ、エンガーですね。エンガーはいいね。まだやっぱ歯応えを求める。ね、いけちゃうんだ。すげえな、寿司、寿司勝負、純粋な寿司勝負。寿司すごいわ。うまそう、マジで、ずっとうまそうだ。味変ね。あ、ここいらで。一回チョイスされるのか。あ、さあ、ハンバーグ行くのか。さあ、太郎か。あ、オニオンリング。あ、そう、そういうのもあるんですよね。さあ、ただニラム高いオニオンリングをあれ、1個だけちょうだいとかできないですか、ちょうだいとか。はい、めっちゃ食ってるやっぱ店こん、やっぱくら寿司来て頼まないって結構ハードじゃないっていう、甘みが、甘みがすごいですね、やっぱり一食目だからすごいリポする余裕が見届けてほしい、確かに。さあ残り15分、15分の勝負になってきた。やばい、うわ、ここで雨初のやばい。え？あ、それ。なんか頼んでる。カフェラテです。
これいつもあの帰りに頼んで帰りの車で飲むと。そう。あいいね。行ってるね。濃厚味噌ラーメン。きたー。うめえんだ。汁で行くっていうのもいいね。あ、揚げたけになってました。たこ焼きだ。最高だ。楽しすぎる。あこれがありますからね。これは勝負に興味ないとかじゃなくて、くら寿司の魅力っていうところで太郎さんは注文してますね。これがくら寿司の良さ。なんかめっちゃ寿司の口とかでもなくてもね、来れちゃいますから。ただ頼む手はやめない。そう、ラーメンうまいよね。うまい。もう一発目から締めだもんな。もう太郎さん。ハンバーグ寿司とかもありますよ。ハンバーグはカウントしますよ。寿司って言ってるんで。まあ見たんですね。はい。ハンバーグか。あれはカウントします。寿司なんですね。さあ流れてて、お互い注文済み。注文済み。合間でこのね、合間でつまむのがね、こう後半効いてくるのかな。どうなんだろう。それは偉いね。それは偉いよ。こうやって今揚げたときも美味しい。美味しいよね。すごく美味しい。誰もいなくなるの違くない？誰もいなくなって誰もいなくなるの違うだろ。2人してお前行くなよ。そっち暖かかった。まだ終わってないよ。まだ終わってないよ。食べてる途中でしょうか。めっちゃ話聞いてる。終わった後食ってくれよ。我慢できないって。オニオンリングとかさ。オニオンリング。あ、ジュースも言ってたろお前。アイスコーヒー。アイスコーヒーと、アイスコーヒー嬉しいんだよね、あるの。さあ、いや残り10分。さあラスト10分。ラスト10分。ラスト10分です。うん、マジでパッと見わかんないです、数は。ここにもね、あ、どうぞできれば。コメントで最初からカウントしてる人とかやめてほしい。最初の方に言えばよかった。あ、ここで雨も行きました。カフェラテかな。カフェラテ、うん、カフェラテ。これね、舐めないでほしい。ちゃんと普通にカフェラテも美味しい。あ、これはイベリコ豚の大トロ。来た、イベリコ。ここで大変腹グッときそうだけど、まあ、ここまでさっぱりしたので来てたら、これはうまいか。カウントしない。はい、ただの飲み物です。
いや、うまかった。カスは分からん。最高。珍しいな。うまかったで帰ってくるやつ珍しいな。いや、うまかった。うまいだろうけど。いや、あの味噌ラーメンうまいな。これもある。そうだ、そこもね、戦略ですから。もしくは来てたが取られた可能性もあり。なるほどね。本当はね、あの隣の席も取ってるんだったら、二人とも分けても良かったんじゃないかみたいな声もあるかもしれません。その意見もありますが、やっぱね向かい合って、そう、うん、やっぱフードファイター。あのドラマのね、昔草薙君がやってた、うん、あれと古いな、フードファイターさあ来た、ここで、うわやっぱ、うわ、3連フード3連、あ、なるほどね、お互いにやっぱこれうめんだ銀だら銀だらうまそうだな銀だらうまそうあ残りの10分って意外と長いから残り10分って意外とあるけど、うん、残り5分からないんだよなんかない10って聞いた時にえまだあってるそうそうそうあで意外とあるなと思って言ってたら5になってからのね早さやるとね、うん、なんか急に惜しくなるんだよそのあの時間がさあ、来たさサーモンセモンそしてサーモンやっぱサーモンは入るんだまだそっか、油というかねね、ちょっとなんかジューシーめなイメージがあります気はしたけどもまあでもすごいさすがに2人もきつくなってきたわーでもいけてんなやっぱすごいなあついにきついきついといいよ酢飯が結構すごいわたまるよね米はね確かに米はたまるよいくら小さいっつっても確かにないい、うん、出たわかるうん、わかるよもうね、あの1点を見て手をつき始めたら結構し、もうおしまいっていうのが、うん、じゃあまだちょっとファイティングポーズはね、ちょっとトップもらってそうそうそうやっぱでも座りって違うのかなあー、だからこの間俺らそば立ってたじゃん、ねうん、その疲れもあんだよあっただ逆に座りは体勢のね妙もあるかもしれないねもしかしたらさあもう間もなく時間がさあ残り5分になりました残り5分ラスト5分だラスト5分です最後の5分まあ食えずに置いてある皿はまあペナとかはなしにしましょうあペナはなし最悪うんさすがにあの頼んだ時のラグとかもあるからそうだね、はい、だからそこはもうそれは僕と太郎さんが食べますあ、そうですねあの残ったやつは、はい、僕たちがさあ間もなくお互い違う方向の何かを睨みつける睨みつける時間になってるもうこうなるとやばいんだよ凝視はしてますよ、とにかく凝がオーラ見えそうなぐらいだからちょっと逆にこのこういう卓だからさ、うん、ちょっと立って体揺らすみたいなことがちょっとしづらいんだよね確かにちょっとそうだね、うん、構造的には立ちじゃないのでいやただすごいですよさすがに険しいいいっすねやっぱ、うん、だ2人がここの限界なのも
ないない。結構珍しい。まあ見れないよ。普段の食でも、あ食いすぎたわとか言うけどさ、うん、あんまりその限界のちょっとさすがにチョイスしたというか、うん、これも限界を目指してくってるからね。そう、なんぼのもんじゃいっていうのはやっぱりあったから。まあな、うん、確かに俺迷い込んだったら勝負できるってずっと言ってるからやっぱずっと俺らやらされてたからね、まあ、好きでやってたけど、じゃあやれんのかっていうね。そうそうそう、なんかやいのやいの言ってるけど、残り3分やれんのか。さあ、振り絞れ、抑える時間が。あ、今デッドヒートしてるのかどうだ。さあ、うん、前回の我々のそば対決、うん、結構な人見てましたよ。いや、ありがたいね。あれは多かったよね。一応プレミアにはなってたんですよね。だから、うん、あの見てくれた方は分かると思うんですけど、なってて、いや今回のプレミアでいいね。これやっぱ見てられるもんか、2人のプレミア結構続くかもしれない、もしかしたら。いやいや、もしかしたら、で意図せずプレミアになってるやつあるからね。その俺そんなつもりないのに、うん、なっちゃってるやつあるから。そうそうそう、ちょっとね前後がどっちか分かんないんで、まあ、分からんけど、まあまあ早いかな、都合が。どうなんだろう、分かんないけど、まあ楽しみにしてください。さあさあ、残りがねもう2分切りました。いや、これアンブラース出てきてるか。そうださっきさえる、そう出てくるんだよな。珍しいな、マジで。もう2人珍しい、初めて。あ、そうですね、ちょっと見たっす、ラスト初めて見る、こんな2人の見ないからな、マジで。今、注文打ってない状態だよね。これはもう届いてないってことじゃない、ね、全届きました。多分来てると思う。全届き。あー、じゃあもう本当あとこれをねじ込めるかとか、ねじ込むのか、この流れてきたやつを行くのか。うわー、マジさすが。さあ、間もなく、さあ残り1分でございます。1分、残り1分。前そばの時残り1分で一気に入れたからね、3つぐらいは。うん、まあ寿司はちょっと訳違うんだけど、ちょっとね、寿司の3皿はちょっと訳が違う。あの流動的に入ってこないよね、やっぱ。さあ皿の上に残ってるやつ、うわー、そうですね、あれ2皿カウントできないんで、あれはあれ、そうですね、カウントしないですね、はい、あれは。これ30秒、30秒、うわー、ラスト。やっぱこれ、まあ、だからお皿の上になかったらいいですよね。はい、あの口の中はもう、まあ多分しゃあない部分もちょっとあるんで、でもあの寿司を他の皿に移してとかは、ね、あ、なし、それはなしです。まあ、15秒、あ、これ2貫1セットやばい、あの1貫分、もったいない、1貫が入らない。10、寿司はやばい。8、1貫言えるか。6、5、4、3、2、1、終了。終了。ビビビ。無理だった。そこまで。そこまで。はい、そのじゃあ、あの兄さんの前ちょっと、はじいてください。はじいてください。あ、で、これは、はい。これは。ちょっともう、限界が。限界？限界。限界。すっごい限界超えてた。じゃあ、ちょっと、集計します。あ、じゃあ、太郎さん集計、はい、お願いしていいですか。はい、もう、すぐにないですね。はい。あ、じゃあ、まあ、これ、まあ、あいよ、抜けなくても全然。はい、じゃあ、集計します。集計お願いします。さあ、うわ、無理だった。うわ、無理。やっぱラスト1分とかってなってから、ちょっとラスト3分ぐらいがほぼ動けてなかったね。ラスト3分、やばいね、やばかったね。これは、ペースのミスなのか。序盤良かったですけどね。まあ、寿司ってやっぱりそういうもん。目決まっちゃってるもんな、やっぱり。中井さんも二重になるぐらい食べたと。でもね、本当にあのちょっと痩せてからの高い、普通の人よりちょっと多く食うでおなじみだったから、結構ね、パッと見はいい勝負に見えるんですけど、どうなんだよ。さあ、
集計が終わったのか。はい、終わりました。はい、じゃあトロさん発表お願いします。はい、はい、発表します。はい、アメノミア39皿お高井選手、はい、43皿です。おー、すいません、高井さん、高井さん4皿すごい4皿差です。雨これいけてても、これ蹴ってても41だから、まあ確かにね、だから2皿上回ってたからって感じはありますね。まあ、これまさかですね、ちょっとあれ、いや正直意外でした。意外、いやこれ結構見返したんじゃない。これ多分ね、あれ、うん、見てる人結構10割9分雨だと思ってる、多分普通に、うん、そうだろう、多分そう、絶対思ってたよ、あの得意だし、やっぱ、うん、そうで思ってたけど、やっぱで高いね、やっぱガリガリっていういじられ方して、おお、舐めてんじゃねえぞ舐めてんじゃん、舐めてんじゃねえぞ、ねえぞ俺は食うぞ。しかもなんなら今日調子いい雨だからね。あ、そうそう、調子よかったんですよ、言ってました。いやでもちょっともう一皿も入んない、一貫も入んない。あ、一貫も、うん、確かにでも40、そうか、3と、まあ言うても今40歳近く打ってて、いや俺見てたけど今日なんか雨水多かったのかなって気もしてた。あ、水分ね、確かに詰め込みすぎちゃって、スピードスタイル飲み込めないみたいなのが何回か、何回か、あ、なんか発生しちゃったんだ、ね、ってなってたもんね。なるほど、じゃあちょっとそこの攻め方もあったんかな、もしかして。いやもう後半になってきてるの酢飯がちょっとやばかった。もうあ全部酢飯ではあるからさ、うん、まあやっぱね、どしっときますからね、結構来るね。だからそこでハンバーグ寿司とか、あの、そう、そっちなんとか行ってどうにかごまかしてっていうので、うん、いやあやばいこれはやばい、これやばいですよ、ね、やばいよね。あでもいい激闘だったんじゃないですか。いや最高でした、うん、すごい見応えありましたよ、まあ、さすがなんか大番、もうバンクラスしますから。バンクラスいいですよ、はい、見応えあった、見応えありました、見応えあったと思います。正直ちょっと2人にはずっと見届けてほしかったけど、いや見届けてた、俺見てたよ、ノー、うん、あのこっちノーゲストの時あった。ノーゲストって言わないな、あんまこっちそうそうそうゲストじゃないから、ノーゲストの時ノーゲストの時で俺ら一切食べてないから、そうそれもない時間だった。いやな、無の時間も、いやな、食って全然無理だね。良かったんですけどね。いや本当に、まあな、まあ、せっかく残ったしね、最後。うん。じゃあ食べちゃおうかな。サーモンだ。サーモン。ね。うまっ。うまいよな。最高。これ多分50皿だ。いや100いくら、多分100皿。タロ100皿、うん、さすがだぜタロ、最高、はい、まず最高くら寿司最高ということで、うん、高井 vs 雨の宮第1回戦寿司対決勝者高井ということで、素晴らしい、はい、見たかこれ、はい、いいかも、何するか、それではこのチャンネルの大食いは俺じゃい、まだ分かりませんけど、ね、俺も100食えるからさ、はい、うまっ、次は第2回でお会いしましょう、うん、お会いしましょう、はい、クラシャテキ、ね、クラシャテキこちらですよ、くら寿司といえばね、はい、しかもこの浅草の旗艦店、旗艦店、グローバル旗艦店、浅草ではこれすごいよね、あのビッグラポンやってると、あの縁日のくじがね出てくるんだよ、縁日券ってのが出てきて、そしてそれが出れば、これチャレンジできるっていう、そう、もしくはこの輪投げとかいろいろあるんですけど、できるんだけど、まあ、今回特別に、うん、もう僕たちやらさせていただけるってことで、まあ、あんだけ食ったらね、ありがたいですよ、出るけどね、本当に、出るだろうってことで、まあちょっとやらさせていただける、特別に、はい、特別に、あざす、あ、まあ、よかったです、マジで、本当にこれも一生に入るよね、やっぱあのバトルのね、いや、そうそう、これだからこれも勝負にしようよ、だから全部勝負、うん、今日ね、勝負の日にしよう、よし、やるか、おいおい、行こう、勝ったやつったら行こう、いや、あ、じゃあ、でも負けないですからね、39皿から、39皿から、いけるよ、これ2発、2発あるから、ほぼ入ってるって感じですか、たま止められてる、そう、込めてくれてる、引いてって感じ、あ、引いてある、引いてある、あ、引いてる、いや、これ2発で倒せばいいよ、あ、聞いてね、2発で、あの、倒れれば、そう、OK、そうで、倒れたらその場で終わり、だから2発は絶対決めなきゃいけない、はい、
頑張れよ。よく狙うんだ。しかし。よく狙え。助けてっていうか。頑張れ。どれを狙う？あれか。船。船。おうまい。うま。なんか威力強くないか。これあ、あれです。こちらは、海賊船が手に入りました。なんか お祭りのやつより圧倒的に威力が強い。なかなか攻撃力高めのやつです。これだから狙いやすいんじゃないですか。結構確かにちっちゃい子でも狙えるんじゃない。いっぱい。はい。雨宮くんゲット。ありがとうありがとう。ゲット。あげるあげる。ほら海賊船だよ。よかったね。よかったじゃんマジで。な。ありがとうございます。じゃあまず43皿チャンピオン。この体勢崩すとやばいな。チャンピオン、ほらほらチャンピオン、あのタワータワーがいいな。じゃあ、あのタワー狙うぜ。あの一応黄色いタワー、俺のタイミングでやらせてくれチャンピオン。ほらチャンピオン、これ以上下にやったらどうなるか分からない。俺も分からねえぞ。いやだからやらなきゃ。そうそうそう、もうせっかくいただいたらチャンピオン、やろう、やりましょう。なあ2発だからね。2発で一発でよく狙えよ。あの球ね、あの真ん中のやつ、黄色いやつ、あれ大物だぞ。いけるか。もっと前で、もっと前出とけ。前もっと前。いや出た方がいいの。あれ多分ね、なるべく伸ばした方が当たるから。そう、台使ってもいいし。分かってる分かってる。そう、行こう。分かってる。あ、もう全然時間ないし、もう、うん、はい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 、頑張れ、よく頼んだよ、近づいけ、頑張ろう、いない、あー位置が悪い、位置悪いね。いや、だ多分ね、もっと上に上がらなきゃいけない。手伸ばさないと、お前ちゃんと伸ばすなよ。これは多分、伸ばした方が本当当たりますよね、これ多分ね。ほら、だからグッて伸ばして、だって物理的に距離遠いんだから。そう、近い、だから威力があるから、これは。だからちゃんとね、しっかりもっとなるべく伸ばすなよ。伸ばせ伸ばせ伸ばせ、グッとググッと、いける。ちゃんと、ね、狙いは定めろ、しっかり。どうせどうせどうせ、本当に支えるか。本当にやばい、支えるか。いいよ。で、あとなるべく多分上狙った方がね、多分香りやすいんだよね。あ、真ん中だったから。そう、もっと上じゃないか、うん、もっと上じゃないか。ほら、あ、グッといけ、グッと、いけ、引く当たるんか。違うやつ。いやいや、お前なんだ当たるんか。何だこれは。はい、あ、こっちのブロックだ。スピードブロックゲームってことですね。すげえ、ブロックやりたかったんだお前。ブロック派か。あ、なるほど、これ出して、あ、その形を作る。あ、いいじゃん。じゃあ、まあお互いに、まあ、1個ずつは当たった、うん、まあ、でも一発だよね、当たったからね、うん。まあ、今回は雨の宮の座りイエーイイエーイ、ね、射的。じゃあ次は、じゃあこれ組み立てるまで帰れません。無理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 、帰らせてくれ、帰らせてくれ。ほんとにほんとにやばい。最高クラウドス、最高、ほんとにやばい。全部クラウドス、最高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 。